はい、どうも皆さん、こんにちは。ツナカンナイトです。今回は、ハガゲンズやっていきたいと思います。今回は、コラボ実況で、フラワーさんとコラボしていきたいと思います。イェーイ。で、今使ってるテクスチャーはね、なんとフラワーさんが作ってくれた最強のテクスチャーでございます。やった、真ん中のチェスト珍しく俺全部じゃないけど、ほとんど取れた。嬉しいわ。で、ロビーゲームズはね、ほんとチェストルートが固まってるから、うわー最悪。 OK、 お、マジで、あーくっそ、ゴースト、ゴーストじゃないわ、ロールバック。アキって人は確かさっきピッパーだった。ピッパーじゃない、多分ドナーだった。クソ、よし、オッケーで、フラワーさんはね、ほんともうめちゃくちゃ強いのでマジ最強なんで、絶対デスマッチ負けると思います。残ったらの話だけど、マジか、スラッシュキルされた。ツナカーン、開けてって言われてるけど、ちょっとね、今レークしてるんですいません、ほんとえ、てかなんで上がってきた、え、なんで上がってきてんの、え、やばいやばいやばい、あ、上がってきてないか、いや、あの、ちょっと負けるの怖いな。まあ放置しときましょう怖いから、へい、ちょっと、あ、装備が完璧じゃないから、もう火の、いや、デスマッチ負けると思う俺マジで、ほんと今スランプだし。お、あ、ここに敵がいますね。落としましょう。バイバイ。イエイ。やばい、あ、ここに敵いるから、魚フロ。魚フロりしなきゃね。この時期は勝てないので、てか最近 MCSG の人たち本当に人間が強くなってるので。人間強くなってるので、ああ、そう、チームもね、ほんとめちゃくちゃ多いから、気づいてない、よっしゃ、イェーイ、GG。マジで、地下のとこ、地下、なんていうの、そう、あっこに、そう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 。この時期に俺やってなかったからよくわからんけど。上がってきた。すいません、ほんとに。ごめんなさい、アキさん、ごめんなさい、ソーリーあ、言うのが遅かった。あと5人か。お、これは一発でいけそうな予感、股間、お、ナイス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 
で、さっきもちょっとフラワーさんに一番したんですけど、優勝回数が残り4回で600回いくので、はい、皆さん、あ、フラワー君、この件分かったの？誰のか。さすが。フラワーテクシャってみんなに配布してるやつ、まさかこれ個人か。ああ、もうフラークのテクスチャーほんと使いやすいんでね。自分もたまに自分のテクスチャーとフラークのテクスチャー交互に変えて使ってるから、ほんとおすすめです。皆さんスカイプ組んだ時にもらってみてはいかがでしょうか。そして誰か来ている。あ、フラワー、オッケー。あプレート捨てちゃったっていうか合わせちゃった。あ、太ももが金がある。もうね、ここはあとは低スペのタイニーっていう技を使えば敵を早く見つけることができるんですよ。あ、マジでタイニー使ってる。じゃあ戻しとこう。この戻すときにね、一個下にディスコンティネーションだっけっていうボタンがあって、これは戻るボタンなんで押すとね、あ、ラグそう。てか、あと2人5ピンだな、怖。ロビーゲーム5ピン結構きつい。追いかけてるパターンだね。この人強かったはず。いた。5ピン強し。オッケー。いた。やばいやばいやばい。逃げて逃げて。ファックユー。あ、死ななかった。逃がさない。逃がしたら負ける気がする。5ピンだけど勝てるか。あ、いけるわ。イエーイ。今回は優勝することができたけど、どうしよう、これは取り直しした方がいいのか微妙なところなので、とりあえずこれは動画を一応出したいと思います。もしコラボをもう一回取り直すんだったら、2つフラワーさんの動画を上げたいと思います。はい、まあどうなるかは出してる時に分かるんですけど。あ、フラワーくんどこはい、今回はねフラワーくんとコラボ動画です。でした。はい。最後までご視聴してくれた方、ありがとうございました。で、フラー君のね、チャンネルを下に貼っとくので、詳細欄に。ぜひチャンネル登録してあげてください、本当に。まだね、少ないのに、もうめちゃくちゃ強いので、本当に。ね、ぜひ。お願いします。それでは、さよならー。